はい。おはようございます。おはようございます。岡君。はい。体の調子はどうだろう。体の調子は万全です。自転車の調子は？は、いまいちです。いまいち。で、明日よね。はい。岡君、誰かにマークすると、はい、いうことになると思うけど、はい、まあ、これ見たら、岡田君ということになってくるけど、そうですね。それでいいかね。はい、3番手からね。それと一つ聞きたいことがある。はい。岡田君がかけたときに、ちぎりやせんのね。それは多分大丈夫と思います。我がそこが一番肝心なのやけどね。はい。切れやせんと。大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。うん。よし、おいたら明日そういうことで岡田君の後ろは大丈夫と、はい、いうことでいく。ということは、九州勢がね、はい、ちょっと、強そうなやつがおる。で、やっぱりこう、気をつけじゃないかと思うけど。はい。もう、けど、突っ込むだけなんで、僕は。練習は、タッチを。練習は、十分しました。十分。はい。うん、前より、色は黒になったか。まあ、練習の球も。練習の球も。はい。え、なんか、年にはいけないか、口は良くなったな。そうでしょ。強くなった。そこなんです、うん、だけは。明日はこの岡田君の後ろということで、はい、岡田君がもう地元のコーチだということで、はい、突っ込み放題突っ込んでみせるとそうです、はい、いう気持ちよね、はい、うん、まあそういうことでよね、はい、明日はそういうことでやるということで、あと2日目、3日目とずっと3日間やらないといけないね、はい、その気持ち、地元の気持ちというのは忘れずに、はい、本当頑張ってほしい、はい、1回ぐらいはひょっとしたらタオル投げをやる気持ちはある？いや、本当は3日間やりたいんですけど、それによくわかんない、まあ、1日は絶対やるように頑張ります、うん、その1日をね、はい、まあ、こんなこと言ったら悪いけど3日間っていう気持ちは嬉しいけど、はい、まあ、今の成績見たらそれよりか1回放ってみせるというところを、はい、意地を燃やしてほしい、はい、頑張ります、頑張ってよ、はい、頑張ります、ね、はい、お願いします、ありがとうございました。